えー、その時は、まあ、いろんな理由が考えられるんですけども、まあ、例えば元から麻酔が効きにくいっていう人もいるしそれから、まあ、皮質骨がすっごく厚くて、えー、麻酔の液が、えー、浸透しにくいとかっていうそういう人もいますよね。まあ、じゃあそういう時どうするのかっていうとあの一般的に、えー、歯間入頭だとかにあの麻酔をした時に効かなかった時は次の一手としては。 ええー、歯根膜注射。ね、それをするしかないんですよ。その歯根膜注射の時にする。うん、まあ、部位は。ええー、近親共足のところの歯根膜が一番厚いところ。あったとしたら。こちら前肢ですよね。たらば。共足のここ。まあ、歯根膜、歯根膜はずっとこうありますけど。 こ,こ,が一番こう広くなっているのでここの部分に侵入するんですねでその時に、えー、針のカット面は、まあ、針っていうのはこうなってますだからこの面をこっちの面をからカットしてるからこう,いう,ふうにな こっちの面をこのカットしてる面をここの中に入れるように刺さるような感じでこうかなこういうふうにするとここから息が出てくるのでここに沿って中に入っていくっていうかなり圧をかけて強い圧でええ膜の中に薬を入れていく時ってかなり抵抗感があるのでええー 力を入スーッと入っちゃってる時はほとんど歯根膜の中にいってないってことだからもう手がプル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 ってするぐらい力を入れて麻酔をするそうすると歯根膜に麻酔がされて歯髄も、えー、効くとでここのところにこの先端をギュッと押し込むっていうことそれをしないと液が全部流れていっちゃうので、まあ、とにかくここの歯根膜のここのところに とと入れてててくっっ力をかけるいいうのは大切だと思いますこのハンドルがこう緩んでないかどうかあとこの辺のところが緩んでないかどうかしっかり確認をしてください。第9子6番だったら謹慎の強速のところここの辺りが一番四股膜広くなってるんですよ。7番だったらこの辺5番だったらこの辺4番だったらこの辺。 でこのカット面この赤い印がついている方がこうスライスカットされている面ですのでその面が例えばこうだったらこうですね裏側にした状態でここに入れていきます。でこの新服の新中に ずっと入れてって骨のところに当たります当たったところそこのところで今度は液をゆっくりギューって入れていきますなかなか液入っていきませんかなり場合によっては手がプル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 ってするぐらい力がいるかもしれませんそれでも 歯根膜の中に液をぐーっと押し込むような感じ。で、そのちょうどこのカット面のところが、この歯根膜空液のところに入って、歯の方に向く。この位置のところでぎゅーッで、歯に沿わせた状態、歯に沿わせた状態で入れていけば、歯根膜のところに当たります。これがちょっとでも、 歯ニにートンの方に離れちゃったりすると絶対に歯根膜には行きませんので必ずこの芯一根のところの中に針を入れてこのままゆっくり滑らせていって骨に当たるところでここまで当たるとこ安定します結構骨にのね歯根膜のところに刺さってますからその状態で疲れてきるとやっていくっていうのがコツです5番も同じようにこの近慎のところに 入れてここでーまあもちろん3番のところでも、まあ、例えば胸側面とかは結構骨薄いんで、ね、四股膜空域が狭いんですよどちらかというと。だからどっちかというとまあ近腫の隣接面のあたりとかあるいは遠心の隣接面のあたりとか、まあ、そういうところに、えー、入れてく。 の方がいいですね。まあ、ここの中にこうやってやろうと思うと、結構、骨薄いんで、もう液が中入っていかないことがあるんで、だからそういう時はもう全脂肪なんかは隣接面のところの歯根膜を狙っていくという。それがいいですね。最初に、いきなり、この歯根膜中性やることは、まずないので。最初は、例えば、 歯肉があってこの粘膜ですよねこう MGJMGJ 向こうジンジバルジャンクションというところここから2ミリ離れたところが侵入点になってきますここがね。でここに麻酔をするとじわ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 ってこの範囲が麻酔されるんで。 もうすでにこの辺のところは麻酔が効いてるから痛くないんですよ。<え>で例えばこうなってっこうなってる。でまあここが MGJ だとするとここから2ミリのところで深さ4ミリのところにするとちょうど 根線分あたりになるのでこれが、うんまあ、こうなんですかねこの柔らかい粘膜こっちは硬いところですよね角化侵入ですよねこうねこの可動粘膜のところ2ミリのところで深さ4ミリのところにカット面をやっぱりこっちに向けてで液をここに じわじわじわじじわってやるとこのまま少しずつ少しずつ染み込んでってここの歯髄の先端のところに麻酔の薬が行くのでこの歯が麻酔されるっていうことだからこの辺りは痺れてるんで一発目でこの歯間乳頭の半分ぐらいまでは痺れてるのでもうこの辺りのところ 教則のあたりはははもう痛くはないはず 1, 1回目の銀凶移行分のところからね2ミリのところにやったらば大体いい5分待ちます5分待ってから今度はこの歯間乳頭のこういうところへ麻酔するそういうふうにするとまあここで1回目に麻酔してねここ2回目まあ3回目って打ってくけど 最初のこれさえ、もう痛くなかったら、2番目、3番目打っても痛くない。で、ここからじわじわじわーって薬を入れていくと、反対側にこうやって、こっち側も反対側まで麻酔が効いてくるから、ね、抜歯をするとかの時は、ここも麻酔したいんで、次、ここに打って、ね、こう4番目で打つ。じわじわじわーって。で、またここに。 5番目って打つと、じわ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 って言って、全周が麻酔されるので、まあもし抜歯しようと思ったら、このまま抜歯することができると。ただ、抜歯はするわけじゃないよって言ったら、もう場合によってはこの丸1だけで、このね、最初のこの丸1だけで、歯髄が麻痺されて削っても痛くないかもしれない。増下質を削るときは、もうそこは、 脂髄とつながっているということなので痛みを感じる確率が高いので、まあ、基本的には麻酔はして治療をするようにしています